桐の木なんです、はい、あそこにパネルにこう、はい、並べてございますけれども、途中経過でございます顔の、まあ、木彫ですから、はい、彫刻のこう一本じゃなくて、あの粘土は一本でこう全体を作るんです。その後お顔とかおててとか、あの小物は全部別に彫ります。あ、好きな人形なんです。形、はい、例えばこれちょっとご説明いただけますか。あ、これはあの、まあ、木彫なんですけれども、はい、このお帽子と、これお帽子作るのがとってもあの大変だったんです。お帽子にこう模様を彫り込むっていうのが。でこことここは木のままの素材、切れは貼ってないんです。でこちらは切れは全部貼ってある木目込みっていう。小物もみんなあの桐の木で掘り起こして、仮面の祭りっていうんですか、まあ、これ、まあ、時とあれなんですけれども、ベニス の, あのお祭りのこれの、ね、先があそこの角にいるのが あれを最初にあのベネチアの仮面のお祭りみたいなの、その次にこれができたんですけど。そうですか。これごめんな、話の途中に。これが最初にそのベネチアのイメージで作った。これは木のままなんです。ここはハタリは切れ貼ってあるんですけど、ここは全部あの模様を彫ったら金を貼るんです。金箔を使用しまして、その上にあの色を全部つけまして、でそれをこう磨き出すって言いますか、あの好きなところをこう打ち出す。私のこれがも何でしょう、あの持ち味って言いますか、彫ることが好きなんですか